大江正房は、平安時代後期の苦行、受学者、歌人、大学等、大江成平の子、には、聖位、県中納言、高卒と合図。藤原惚夫房、藤原溜房佐と共に、白川朝の三房と称された。小倉百人一種では、県中納言正房。大江氏は、古くから、紀伝道を科学とする学者の家柄であり、 マサフも幼少の頃から文祭があったと伝えられる。マサフの私文に関する辞助伝、暮年記の中で、よ四歳の時初めて書を読み、八歳の時に主観に通り火、十一歳の時に死を伏して、よ、神道と言えりと書いている。早くも天領四年十六歳にして賞味に合格して、文章を特要生に、公平元年に対策に求大し、公平三年には、 自分の章を進む、続いて、四部武を進むに任せられ、十五一下に除せられた。その後は、昇進が止まり、一時隠遁しようとするが、藤原常党の監視により思いとどまり、自略三年、東宮、高人親王の学士に任じられる。学士を務める中で、高人親王の信頼を得て、自略四年に、高人親王が即位すると倉人に任せられる。翌延元年、 左衛門の剣介、右小弁お金三次検体の栄養を得る。また、東宮、貞仁人新能の東宮学士も務める。御三条天皇治政下では、天皇が進めた申請の推進にあたって、無礼演役の謹慎として、重要な役割を果たした。延休4年12月の白川天皇の即位後も、引き続き倉人に任せられるとともに、 義人ひとの東宮学士となり三代続けて、東宮学士を務める。また、弁官にて類心し、王徳元年に左大弁に任ぜられ、王徳三年に十三位に少女され、苦行に列す。この間の上略二年、自らの邸宅に後家文庫を設置している。堀川朝に入ると、漢字二年に、正三位、三位、漢字八年に、十二位。 建中納言と順調に昇進する。この間、漢字四年には、堀川天皇に、官上を信仰している。永長二年、太宰言の措置に任せられ、翌正徳二年、太宰府へ下校する。講和四年には、太宰府下校の老により正二位に除せられるが、間もなく太宰言の措置を辞任した。長治三年、建中納言を辞して、再度太宰言の措置に任せられる。 蕎麦天皇の天栄二年、大倉京に選任されるが、同年皇居した、京年七十一、禅中名言正草に関するカテゴリー、ありがとうございます。